バレットガールズファンタジア、古き時代、漆黒竜ミドガルドの地に舞い降りて、灼熱の炎と共に災厄を撒き散らす。聖竜の加護を授かりしエルフの英雄と、その異邦の盟友、異界の門を開き、沿岸のヘルヘイムに漆黒竜を封じる。ここはとある県内にある私立三崎森学園。設立149年目を迎える由緒正しきお嬢様校なんだよ。校訓は自教不足、自ら努め励んでやまないこと。この学園には選手防衛に関する部活動があって、生徒は必ずどこかのその選手防衛に関する部活動の一つが私の所属するレンジャー部。部員数は8人と少ないけど、全国トップクラスの実力で他校の目標になっちゃうくらいすごいところなんだから。今は学園名物、血と汗と涙の部活対抗体育レンジャー部顧問星川芽衣香さんが体育祭のために用意した特別演習。一体といよいよ体育祭に向けての特別演習が始まるのね。この人は土井内舞さん。頭脳明晰で運動神経もよく、しかも優秀ある芽衣香のお嬢様なんてすごすぎるよ。三崎森く体育祭の選手宣誓か、すごい体。この人は3年生の早乙女亜希さん。レンジャー部では副部、校外業務が多い舞部長に代わってレンジャー部をまとめている。普段は落ち着いている副部長なんだけど、選手宣誓を任されたみたいで。体育祭、一見遊びのように見えるが、騎馬戦のように実戦に近い競技もある。この人は2年生の上城美奈さん。個性的かつ高い能力で全国的にも一目置かれる2年生の4人組。冷静沈着、凛とした佇まいで言葉遣いもまるで武士みたい。美奈さんは宮本武蔵がその流派。ふにゃー、ただの菓子パンじゃやる気出ないよ。パン食い競争のパンに文句を言っているこの人は2年生で三崎森の4代。携帯食がおかしってくらい。サキさんを体育祭に参加させるためには、今回の体育祭もサポーターに徹した。合法的にモミケーションもできそうだから参加してあげて。この人は2年生の高梨月。忍者みたいに部員の背後に忍び寄り、部員だけでなく学園内。どんな。この人は騎士のレミさん。豊富な運動量で戦場を駆け回る。レミさんの学園内での挨拶はバレ。まさか私がチアガールになるの。彼女は金園ゆりなちゃん。おっとりした雰囲気でとってもほがら。お菓子や料理を作るのがとっても上手で、転校してきたわけだから体育祭はもちろん。そして私、日野本彩、レンジャー部救護部に入るつもりが。入崎さんは別として、初等部中等部時代は旧ゆりなちゃんとペアで三崎森のレンジャー部の一員として、恥ずかしく。でもミスとかしない。
ほら、アヤ、もたもたするな。ヘリに狙われるぞ。走れ。敵装甲車にも注意して。油断は禁物よ。すみません。烈火の弾丸と名乗っているからにはこれくらい踏ん張らないとな。早く早く、おやつの時。はーい。ああ、もう、うにゃー、この私。ではあやちゃん、みんなやっぱりすごい。今回の演習はすごい力が。バカな、こんな現象は見たこ。ふにゃー、そんなわけないでしょ。とにかく距離をとって。これが岬森の体育祭用の絵。何か嫌な予感がする。アヤ、早くこっちに来るんだ。ミッションをプレイするよ。尋問モードをプレイ。ミッション尋問モードをプレイ。ミッション尋問モードをプレイするよ。ミッションをプレイするよ。尋問モードをプレイするよ。ミッションをプレイするよ。尋問モードをプレイするよ。ミッションをプレイするよ。いろいろ変更するよ。いろいろ変更するよ。